セミしぐれも涼しい心よする森。百花草木、美しい季節の風景は御社殿の中にも広がります。日本を代表する作家が集い、比叡神社御鎮座当時、鎌倉時代の武蔵野に咲く草花を描いた天井絵は、連綿と受け継がれた日本人の心の世界観を映し出しています。人が生きる上で欠かすことのできない食事、それを支えてくれた箸に感謝する祭りは、箸にちなむ8月4日に行われ、身体健全、無病息災を願う神事です。満治2年、西暦1659年造営の山王稲荷神社。造営当時の姿を今に伝え、広く都民の崇敬を受けています。